こんちゃポチッ。お決まる。こんちゃーす。来た、ありがとうございます。黒ベレー帽です。髪がボサボサすぎてこんちくわーん。えいしょっと、メールの電子使用、おお、よかった、イエーイ。こんちは、毎度毎度。今日は、あれ今日はデデン、題してアリンコカーニバル2018 イエーイ。今日はちょっと、そう、今日は歌いたくなったので、オーマイガー、コアラがどれかコアラが持ってきました。手破れてる時の顔がやばい、最悪だ。今日さやねの卒業会、そうですね、そう、今日は歌いたくなったのでカラオケをしたいと思います。それで題してアリンコカーニバルにしましたアリンコカーニバル2018、イエーイイエーイ。何しようかな。今日はブロック今日はブロックです。こんにちは。お、ひとりごとさん、花束ありがとうございます。11月に入って初めて、お、ありがとうございますNMB リクエストします、お願いしますまずは、そうですね、まずはあれかな、陸上公園のオープニング曲は陸上公園から始めようかなと。陸上公園の最初のなんだ、最初の、あ、そうか、でも暗闇からか、陸上公園。暗闇は早いよね、一番に歌ったら早いよなそうだな、どうしよっかな。最初何がいいかな。カラオケです。あ、カズリン来ました、いらっしゃい、盛り上げていきましょうイエーイ。パンパカパカパ、まず音量を上げないと。あー、オッケーまず NMB の曲やな、そりゃな。さっきもうね、そう、歌う、配信する前に歌ったので、予約した曲の中から探していきます。そう、カラオケから始めます。どうしよっかな。だだ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 だ。最初の曲は、じゃあどうしよっかな。じゃあこれにしよっと。一番最後に歌ってた曲にしよう。行きまーす、カラオケ配信です。一曲目はこちらです、ドドン。どこか違う。
番だけにしよっか。1曲目はアボカドじゃねえし、アボカドだしアボカドじゃねえし、アボカド大使でした。アリさんの好きな曲、よいしょっと、あ、間違えた、開け回る、どーん、うん、うん、次何にする？じゃあもうどんどん行きますお家にそう、Wii U のカラオケで、Wii U のカラオケがありまして、トゥトゥトゥルルトゥルル、次アリオシオデシ、それを知らない N E W O N E W、 おニューはい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 、もうちょっと音量上げますね。オッケー。おにゅう。私の胸のその片隅に大きくなったジェラシーは醜くて、口から吐き出してしまおうと。しまった、初めての喧嘩、目線はウィーク、私悩む、仲直りってどうすればいいの、きっかけがわからない、ごめんね、2曲目はおニューの上履き、おニューおニュー可愛い曲続くだそうですね。次何にするかな、いい感じ。お、でもこのマイクがちょっと遅くてですね2秒ぐらい差があるね。どうしよっかな、こんにちは、何の曲いっとく、じゃあかっこいい歌いっとこう、こちらです。次はこちらです。どうぞ。長いですな。のだろう、想像上のジェラ
げながら、その真実疑うように重たくのしかかって、あの夢にうなされてしまう。誰のことを一番目に愛してるのか教えて、眼差しで来たのに、まぶた閉じて逃げよう。少々待ってください。どんどんちょっと言えたくね、イントロの間にできるかな。
I give a body。道はいつだって険しい。誰も諦めたくなるだろう。それでも選んだ未来なら、そうし抜きてゆくしかない。叩きのめされてもまた立ち上がれ。夢に手を伸ばすんだ。そう命が続く限り。やられても前に向け、間違えた。踏ん張って耐えるんだ。 Don't step back、 Go ahead、 戦えよ、全力で勝ちに行け。辛けりゃ歯を食いしばれ、 Free in out、 You ready the runner。 英語難しい。 You ready the runner。 英語難しいな。次はこの曲です。 Don't look back でした。 You that is not 英語がわからん。ダンスむずいやつです。マイク、マイク切りました。聞こえますか。メイカクリアー。 あれ、Which one do you like? Which one do you like? ねえ、いろいろ噂聞くけど、あなたにとって本命は誰？なんかライバルみたい。あの子と比べられてる。なんだかな、仲のいい友達なんて言い訳はもう通用しない。ふざけんなって感じ。あなたの態度が中途半端でダメ。もしも二人が海で溺れてたとしたら、どっちの手を掴んで、ね、助けるつもり。 Which one do you like? Oh, oh. どっちどっちどっちが好きなの？ Which one do you like? Oh, oh. 女の子は人深い。ごめん。 Which one do you like? Oh, oh. どっちどっちお気に入りのどっち、先に決めておきます。あの子、私、恋の相手は、oh, Which one? Which one? クインテットの曲でした。どっちどっちどっちが好きなの？ Which one do you... あれ？次の曲入れてなかったっけ？あれれれれ、負けた。次どうして、どういきましょうか。ハートの独占権、いいです。ちょっと探します。ははははありました。よし、彼のことね。
違ってよ。目玉焼きにはケチャップ、とんかつにはお醤油、ヒゲは電気シェーバー派、ブリーフよりトランクス愛よ。ここではっきり選んでもらおう、二人のうちどちらかを。そうよ、彼の本命といえば私か私か。恋は一人とするものでしょう、ハートの独占権。一人で歌うの難しいね。彼と付き合い始めたのなんて随分昔のことだわ。だって私と中学の同級生、修学旅行でファーストキス。あ、ここら辺わかんない。あ、ハートありがとうございます。フレッシュピチピチガールフレンドは新しいものがいて、彼との思い出いっぱい、彼との未来がいっぱい、彼のママと仲いいし、彼のパパとよく飲みに行くし、愛の深さじゃ絶対負けない、私にしましょうね。私か私か、恋は勝つか負けるか、それだけ勝者は一人よ。いつかやりたいですね、これは。焼きにはケチャップ、とんかつにはお醤油、ヒゲは電気シェーバー派、ブリーフよりトランクス愛よ。ここではっきり選んでもらおう、二人のうちどちらかを。そうよ、彼の本命といえば私か確か。恋は一人とするものでしょう、ハートの独占権。イエーイ。さあどっち？私？私？はっきりしてよ。以上、ピンクの方がやりたいね。ピンクの方、私。バチバチ。じゃあ次はこちら。ピッ、一人で。負け遅れちゃいそうって叫んでる、半分着替えたワンピース、慌ただしいもに
ハートの独占券ジッパー次はこう来たらアリがやりたいんですけど、あるかな。ゆきさんの見た、ありがとうございますハート独占券ジッパー、そしてこちら歌えるかなは、まあ一度はやってみたい曲ですね一度はやってみたい曲でございます。イエーイ、アリキーサイのサイアンダコーサイアンダコー、イエーイ、ママスイ、ママスイです。あ、卒業公演前の前座です、前座です。5時からですよね、5時から。ケニ衣装、衣装着てみたーい。割るね、割るね。レインボーローズで難しいよね、あれ。難しい。えね、それな。うん、お、ジェオタさん、だるま、ありがとうございます。だるま。どうも。じゃあ曲いっちゃいますか。いいショット。お、デブニャン小判ありがとうございます。次何歌うかな。14歳です、しらせさん、ルームフォローよろしくお願いします。NMB をたっぷらツイートお願いします。ワルキー、ワルキーもう一回歌いたいね、また後でやろうっと。お、バンジャラモンスターさん、だるま、ありがとうございます。だるま、ハートもありがとうございます。
どうしよっかな。予約した曲の中からいいと思う。次何がいいっすか。ちょっとリクエストで来てたこれをいきます。1回だけど1回だけどね。盛り上がる曲いっちゃいます。レッツゴたんだ。かすかな風の噂、君が付き合ってた彼氏。会いたくなんてないけど、そこのカフェテリアで偶然遭遇してしまった。いたずらっぽいウィンクしながら顎の先で合図した。 Look up、 あれが北川源氏だ。君はそっとつぶやいて僕の反応楽しんでる。 Look up、 まさに北川源氏だ。僕はちょっとイラついて今の君を一度抱きしめる。最後間違えてた。僕の反応楽しんでる。 Look up、 あれが北川景子だ。めっちゃ好き。最後どうだったっけ、リズム忘れちゃった。ちょっとイラなんだったっけ。じゃあこれにしよう。最近覚えた曲です。覚えてるかな。最近覚えた曲どうぞ。おハートがありがとうございます。覚えたて、覚えたてです。背伸びしようぜ、その手もっと高く、いつの日か届くよ。夢は高い木の実。届かなそうで届くもの。部活は辛いよ、練習きついし、どうしてこの部を選んでしまったのか。遊びに行きたい、おしゃれもしたいし、全てを犠牲に何を目指してる。誰も知らないあの場所、秘密の木がある。高い枝には美味しい果実が揺れる。背伸びしようぜ、かかと上げろよ。がむしゃらになるんだ、何かできるよ。背伸びしようぜ、かかとその手もっと高く、いつの日か届くよ。夢は高い木の実。Oh yeah。 届かなそうで届くもの。
この曲はですね、まず曲名からいいなって思って、届かなそうで届くものっていう曲名からいいなって思って、で曲を聴いてみるとですね、背伸び背伸びしようぜ、かかとかかとあげろよっていうね歌詞がいいなって思ってね、そういいよねこの歌詞がなんか今の自分に合ってるなと思いました。良きタイトル、届かなそうで届くものでした。背伸びっこや背伸び背伸びしようぜ、どうしよっかな。じゃあこちらどうぞ。最近の思い出の曲です。最近の思い出の曲です、どうぞ。高い木の実、オーイエーイ、このダンスよね。僕はいない、夏の砂浜、君は誰と海を見るの。あ、ちょっと待ってください。もう一回ちょっと歌い出し大事よね。ちょっと待ってください。やり直し。僕はいない、夏の砂浜、君は誰と海を見るの。ミルキー。気圧が下がるとすぐにわかるんだ、なぜか切ない、いくつの台風が通り過ぎたなら、君への想いは消えるのだろう。僕はいない、君の近くに、叫ぶように波が打ち寄せる、熱い太陽は誰に照りつける、歌詞ボードのテントの前、いつもの場所なのに。この曲は思い出ですね、最近の。理由並べても答えにならない、恋は終わった、遊泳禁止の赤い旗のように振り向くことさえ自制してる。僕はいない、全て幻、去年よりも寒い夏だ、いつもならばキスをしてた。
これあれだよねあの日買った T シャツのところのさやみるきーさんのところが感動的な曲でしたこれは思い忘れませんよねイエーイ。あーコアラだ。僕はいない。ちょっともうちょっと覚えますね。2番が2番が怪しかったちょっとね1番しか聞かんもんね。ちょっとね次どうしよっかな。めっちゃ手アンパンマンみたいでほっぺが赤くなってます。次何歌おっかな。あ、じゃあ昨日の有沙は見れてないですけど、感動的な公演のこの曲どうぞ。思い出の深い曲ですね、さや姉さんの ここがコッペがめっちゃ赤い。ちょっとあげよう。いかずに空回りしてた頃、自分が生きてる意味まで疑い始めたんだ。信じられるものなんてこの世には見つからないって。夜明け前の街さまよっていた。ここにだって天使はいる。誰かに言われても周りには気配さえもなかった。感じたのは孤独だけさ。動き出した始発、太陽は輝きながら昇って、僕の夢影にするんだ。ここにだって天使はいる。ここてーよき。昨日見たかったです。ここにだって天使はいるでした。ここにだって天使はいる。よきよき曲です。よき曲だね。次どうしよっかな。ちょっと待ってね。あれ、タッチペン行方不明。まさかの。なんかありますかね。ワイトクでしたか。あー、太陽が坂道登る子だね。このやつはね、覚えてない。ここで見た。なんじゃらほい。どうぞ。ちょっと早すぎたかな。「
夜が明けてしまったら、この街僕は出て行くよ。まだ眠ってる君を起こさないように、おでこにそっと口づけしてさよなら。話したかったことを考えたら止まらなくて、星空が睨んでくスピードに、きっと追い越されちゃうんだろう。ここでドアを開けなければ夢を叶えるなんてできない。今の幸せから飛び出して一人で生きてゆくの。君だよ、風は冷たいか、もう冬か、外の世界を知らない、僕には押しつぶされそうな不安だってあるけど、君になんて絶対に見せられやしない。風は吹いてるか、木枯らしか、空の様子がわからない、それでも勇気出すしかない、ここにいちゃダメなんだ。孤独になる瞬間は僕だって泣いちゃうよ。ドアの鍵をゆっくり、音を立てないように閉めて、たとえ外は雪が降ってよと、自分の未来すべてを失っても見つかった。風は冷たいか、もう冬か、外の世界を知らない、僕には押しつぶされそうな不安だってあるけど、君になんて絶対に最後のここの決めポーズは大事です。テテンさや姉さんの最後のピースは忘れられませんね。じゃじゃん、 MV のやつね、決まった。リスターのとかがね、ちゃんと決めないと。次どうします？そう、 NMB の曲の人気順に並べるっていうのをしたら1位にありました。びっくり。
そう、一番に僕だって泣いちゃうよが出てきてびっくりしてすぐ入れちゃいましたすごくない？そう、びっくりしました。歌声であるとき、あった、ありがとうございます。あ、お前が、あ、そうだね、星空のキャラバン、これ一個ちょっと盛り上がる曲を見つけたよ。今2曲入れて、そうだな、あーいいね、歌えるか分からんけど3曲用入れます。なんでしょう、これでした。一番可愛いガール、略してなぎうち。なぎさで一番可愛いガール、灼熱の砂浜、寝そべった水着ショー、海のその青さ、空まで染みる散らばったジュエルがキラキラ渚で一番可愛いガール、略してなぎちーの、渚さんの煽りが一番可愛いやつでした。イエイ。ささささ最高。あ、ささささ最高、いいですね。次はこの曲。次はこちらです。
せばあっちもこっちもライバルや あんたあってな恋の倍率が高すぎて言うてもおりひんで喧嘩越しにならんかったら恋やないその可愛い子と突き倒しちゃうくらいに恥も家も怪文も全て捨てて戦うで勝ち込みやってペンテペンとたんで欲しいものは欲しいわ女の手ペンとたんでこんな気持ち初めてや好きやねん女の手ペンとたんでじっと指をくわえて見てるだけじゃアホやで当たって砕けてなんぼや関西弁が可愛すぎる曲でした負けへんでーイエーイどついたろうかみたいな曲よね面白いアホやねバチ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 あ、僕らのユリイカはあれだ、A メロがわかんない僕らのユリイカはじゃあ次はあれ歌おう。ちょっと NMB さんいっぱい歌っちゃったので次はした曲を聴いてくださいこれもあの早口な曲でですねちょっと聴いてくださいミュージックスタート。気持ちは飛び込み現金どうでもいい話をして未練たっぷりさよなら次に会った時には好きすぎて目を合わせることもできなかったぎこちないしょうもないありえない恋をすると誰もがいつの間にかそれ以前と人が変わるもんだよまるで別人のように捨てて心軽くなって夢を見れば笑いのふわりふわり浮き上がれときめきを思い出せこの想いが叶わなくても今の僕は最高だラブバルーンロマンティック病です。HKT さんの曲です。そして君と渡ってホーリーラブだけど瞳は一方通行相変わらず上がりっぱなしあっという間にバイバイ何度会ったところで好きすぎて個人的な話できなかった可能性将来性協調性恋と愛は違うよ気づかれたいそれが恋さそばにいるだけだけでいいそれ
した。HKT48 さんのドマティックよ。これはね、あの面白い曲やけね、練習した。あのフィケメにめぐりアイフォンリラウだけど飛び込み元気なんでどうみたいな。ふわりふわり浮き上がり。次何歌います？あ、さっきあったやつ。あ、あれ？ささささ、最高ないらしいです。しようかな。ST の歌もそうだね。ちょっとなんかね、この曲でもこの中にね、なかな、ななな、だだだ、あ、もうちょっと、だだ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 、マジっすか。さささ最高なかった。3曲しかないんです、 ST の曲は。じゃあペダルからいきますね。ペダルはちょっと低いので最初はまあ耳塞いだっても大丈夫あ、ちょっとペダルはちょっと低くって、最初が。一体誰のために走り続けているのか。スタート。片思いの入り口がないんですよ。一体誰のために走り続けてるのか、ふと疑問に思って立ち止まりたくなってしまう。こんな辛い思いしてどこへ向かっているのかわからなくなる。平坦で楽な道とかあるだろう。くじけそうな時には風を味方にして背中を押してよ。ペダルこいで回った車輪の分だけ夢に近づけばいい。呼吸は乱れて汗が溢れ出す。急な坂道は続いてる。もっともっと先へ。そろそろこの辺りで足をついてしまおうか。弱音を吐きたくなる。もうこれ以上走れないよ。僕たちの自転車はなぜに急いでるのか。ただがむしゃらに理由聞いたとこでがんになる。目指してるゴールはいくつの谷と山を越えればいいのだろう。ペダル止めて休んだ車輪の分だけチャンスと宝るもの。星が輝いて明日のその道を照らすよ。次は、生きることはペダルを踏み続けること。誰も苦しいものだ。自分のためだ。
呼吸は乱れて汗が溢れ出す。急な坂道は続いてる。もっともっと先へ。ちょっと噛んじゃったペダルと車輪と来た道とでした。ちょっとこれはですね、サビがめちゃくちゃ高くて、それ以外のところがちょっとめちゃくちゃ低いのでそう、サビしか得意じゃないんですけど、すいません。じゃあ7の曲3連チャンでいきたいと思います。3曲しかないのですいません。あ、やっと知ってる曲、よかったよかった。瀬戸内の声が入ってないんですよね、なんでやろ。知り合ってどれくらいだろう、いつが初めてか覚えていない。ずっと昔から聞いていたような言葉の懐かしさを僕は感じていた。ぼーっとしたよ、出会
いては最後の曲、 ST の最後の曲ですね。最後はもちろんこの曲です。どうぞ。パチ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 、イエーイ。それでは次が最後の曲になります。みたいな。太陽は水平線の彼方を目指して、ある描きただらかする夕暮れに、何かをやり残してるような悔いはないのか、僕はまだ帰りたくない。やりたいことやりたくないことやらされながら、理想と現実がごっちゃになっている日々、あの空とこの海がほら分かれているように、交わらないものがあるってことさ。都会で暮らす友は窓しか見ていない。泣き言を誰に言えばいい。夜夜枠を詩人にするな、綺麗事では終わりたくない。生きることに傷つきうろたえてうざまでいたい。次の朝がやってくるまでに今持ってるものは捨てよう。自分が輝いてるその位置と、宇宙の果てで誰かに見られてる自意識、どこかで消えていった光を知っているのか、僕は始まってもいない。欲しいものもいらないものも見境つかなくて、手を伸ばしてしまう若さはいつも強欲だ。大人とはその分別があることというなら、永遠になくないなんかなるもの。ふるさと捨てて僕は絶対暮らせないだろう。水平線見えなければ今いる場所がわからない。夜よ僕に歌わせるなよ、想像だけど愛の世界は都合のいい思いやりばかりで説得力がない。
はけてアンコールアンコールアンコール、イエーイ、アンコール出てきました早いアンコール、ブヘイ、イエーイ、アルコールウケる、アンコール出てきました。アンコール何します？ナイス、早いやろアンコール。そうだな、ちょっと待ってね、アリサので音楽アプリに入ってるやつからちょっと選ぶね。ちょっともう頭で出てこなくなっちゃった何が歌いたいか。じゃあこの中から選びます。夢力ないんだよね、夢力。そうだな、あ、歌ってないお箱があったアリサが歌いたいって言ってたお箱が、あ、センチメントトリーも歌わなきゃ。あるよ、その前に、あ、やっぱこれは後にしようこれはちょっと後にするね。あー、とっとこらしょ。あ、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 ちょっといろいろありましたお箱も忘れてたし、めっちゃ悩む。じゃあいろいろ入れていくね。かわいい、クインテット公演でやっててね、練習した私はあなたの彼女になれますか、ずうずうしい。あ、じゃあ次はこの曲ですアリサもチャリティーコンサートでやりたかった曲ですWe'll be right back.
始めた細い雨が銀色の盆栽を下ろすように幕を閉じた。それが私の初恋。待ち伏せした二つ目の路地、声もかけられないまま下を向いたら紫陽花も泣いていた。こんなに会いたくてもこんなに好きでも目の前を通り過ぎてく。それでもこうしてあなたを見ている、この場所から。こんなに会いたくてもこんなに好きでも振り向いてさえもくれない。傘さしてるのに頬が濡れるのはどうにもできない。でもでもの涙、一人きりで歩き出した切なさが残る道、心の中迷い込んだ誰も知らない土地さ。雨が好きなこの紫陽花は晴れた日には目を閉じて遠い雨雲を思ってるのでしょうか。どんなに悲しくてもどんなにダメでも女の子のままいさせて。あなたと出会えた記憶の足跡は忘れないわ。どんなに悲しくてもどんなにダメでもいつの日か思い出すでしょ。私の願いが叶わなくたって輝き続ける。でもでもの恋よ。これは息が続かなくなるやつです、途中で。こんなに会いたくてもこんなに好きでも目の前を通り過ぎてく。それでもこうしてあなたを見ている、この場所から。こんなに会いたくてもこんなに好きでも振り向いてさえもくれない。傘さしてるのに頬が濡れるのはどうにもできない。でもでもの涙、以上ありがとうございました。でもでもの涙でした。そこでね、一人で全部歌ってたらね息ができない。イエイ。じゃあまたしっとりの曲歌ったので、次は可愛い曲を歌います。じゃあ次はマリナと一緒にいつか歌いたい曲です。どうぞ。マリナと一緒に歌いたい曲です。一人で窒息するよね。手も手も反対に息ブレスするとこがないよね。怖い。なんでしょうか。隣のバナナは青すぎる。
のような人を大人って言うんだよ。アメリカの大統領の名前も知ってるし、さすがって感じとか年金問題も気になるし、イエーイ。ホラー映画で泣いたり、お寿司のわさび抜きはベイビー、これって大人じゃない？うなぎの皮食べれる人って大人だよね。あれ？続きが出てこない。なんで？大人だよねみたいな。これが一番声に合ってる。自分的にこれが一番声に合ってるんだ。次どうしよっかな。じゃあ隣のバナナ来たからこれいっちゃおっかな。隣のバナナ来たから次はこちらです。どうぞ。なんでしょう。全体的に合ってる。よかった。なんでしょう。かっ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 。こっちへおいでベイベイ、あなた気やすく呼ぶけど、近くへおいでベイベイ、子供扱いしないで、ハートのボール転がせばゴロニャンすると思ってるの。
しいのね。てかさ、私たちももう若くないし、そういうの疲れるんだよ。だからやめといた方がいいよ。私たちを好きになると、せーの、やけどするよ。懐かしい。懐かしい曲でした。また復活したいね。ちょうど1年前ぐらい、ちょうど1年前の陸上公園の広島でブルーライブの時にサッシーさんと一緒に出た公演でやったのんちゃんとのユニット曲でした。イエーイ、懐かしい。次の何しようかな。じゃあさっきなんかコメントで見えた曲を歌えるか分からんけど。狼とプライドがないっすね。残った。じゃあ最終手段で諦めたら試合終了ですよね。ちょっと待ってください。まずここを切って、ででーん。秘密兵器のイヤホンにつないで、こっちで曲を聴きながらアカペラで歌いたいと思います。イエーイ。よし、じゃあここの狼とプライドですよね。狼とプライド、どこだ、ありました。じゃあならならならな、まさかの。風に膨らむ真っ白なスカート、誰かを好きすぎるせいかしら、名前呼んでも知らんぷりするの、ハートのダーツ外したみたいに子供扱いしないでほしい。私これでもレディーなの。本気なのにあなたがじれたい。お行儀良すぎるわ。私の狼さん。
はなぜか臆病ね、あなたがじれったい、泳ぎやすぎるわ、羊を前にしても襲わない、キスくらいしてくれなきゃ私にだってプライドがあるわ。以上、アカペラの狼とプライドでした。いいよね、キスくらいしてくれなきゃ。ここがインパクトとじゃなくて印象的や。印象的。次何がいいっすか。今何時だ。もう2時42分3時半ぐらいまでやりたい。めちゃくちゃやる。よき、あ、上手でしたか。ちょっとこっちでさ、音源聞いとるけ全然聞こえんかった自分の声が。笑えてた。じゃあ次は、そうだな、そうだな、そうだな、あ、じゃあやってね、やってね、ちょっと待ってね。ふんふんふん、どうしようかな。じゃあスタジオ公演でやるかもしれないアリサの好きなダンス曲を2曲いこうかな。あるかな。なくてもアカペラという技がある。あ、言っちゃった。2曲いくね。音が聞こえない。危ない危ない。塊になってくっついていこう、ぶつかり合ってみんなして踊れ、思いは一つ、願うことは同じ、蜂の巣ダンス。はい、難しいことなんかこの際考えるな、もっと楽に適当にやるっきゃない、ふざけて笑って、なんでもありなんだハッピータイム、どうせここにいるのは気の合う連中ばかりだ、バカでお人よしで落ちこぼれたち、腕組んで大声で友情を確かめよう、いいことも悪いこともいつだって一緒に分かち合おう、幸せもイエイイエイ、幸せもウォウォウ、どうにかこうにか乗り越えて、塊になって重なって騒げ、バラバラでも OK、 めちゃくちゃに踊れ、蜂が飛ぶように入り乱れるよ、これも難しい。早口だけどいい曲よね、かわいい。ハッチのスダンスでした。塊になってくっついてゆこう、ぶつかり合ってみんなして踊れ、そう、横山由依さんかっこいいダンス曲でした。続いてもこちら。こちらです。この曲も難しい。いけるかな。チェック。キュッ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 との彼女。ダダダダダイナマイトなボディ。セクシーセクシー。
ょち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 ょっぴりたちログだって男はわかりやすいよ。綺麗な女には目がない、恋する狼たちよ。牙を隠すな、もっとフラッシュ生きよう、もっと自分の欲を晒すんだ。何を怯えてる、失うものはない、この地球上に。荒野に解き放って愛と本能、手足を縛るな、野蛮な求愛は止められない、口説かせてくれ。はい、終了。全然かっこよくなかった。口説かせてくれっていうサネさんのこれも難しい。もうキュッ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 との彼女ダッ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 ダイナマイトなバーティーみたいなね、ちょっと難しかったです。すいませんでした。全然歌えなかった。すいませんでした。すいません、これは難しいわ、これは。これな、ちょっとこれは歌えねえな。もうちょっと大人になってからだな。そうだな、次は、でも結構歌ったな、結構歌ったよ。次何がいいですか。あ、キャンディー、いいじゃん。キャンディー歌ってなかった。めっちゃあるんだけど、キャンディー、キャンディーって AKB さんの曲でしたっけ。キャンディー AKB さんか。違うね。そばかすなんてだ。結構 めちゃくちゃ歌ったな。これはあかりんさんの MV が大好きです。ひとつさ口に入れて、舌のその上で転がすのよ。甘くてちょっと酸っぱい、元気ランララララランランランララララランランランララララランラン。久々に聞いた。おお、昔の歌
かです。次ね、めちゃくちゃ歌いたい曲があるんだけどね、ないんですよカラオケに。ちょっと待ってね。やっぱりやっぱりないんですよ。ということで、歌っていいのか、歌っていいかということで NMB さんの曲に戻って、ちょっとないので、またアカペラでこの曲を聴いてください。あれ、リモコンが動かない。動け。はい、それではアリサが好きなこの曲を聴いてください。信号待ってた、横断歩道一斉に歩き始めて、人並みの花が咲いた。恋なんて考えたって展開は変わらないのに、シンキングタイム、あなたを誰よりも一番大好きなこと、答えなんてもう最初から決まってはいるのに、シンキングからないでした。知ってますかね、これは吉田あかりさんのソロ曲シンキングタイムでした。イエイ。この曲はですね、めちゃくちゃもうシンキングタイムっていう曲なんですけど、めちゃくちゃ歌詞が可愛くてすぐ覚えました。初めて聞いた、そう、吉田あかりさんの初めてのソロ曲のシンキングタイムでした。これはですね、めちゃくちゃ聴いてますこの曲は最高です。イエーイ。じゃあもうあれかな、もう一回歌いたいって思った曲を歌っていこうかな。もう結構歌ったので、もう一回時間があったら歌いたいって言ってた曲を歌いたいなと思いますね。結構もう歌ったよね。うん、結構歌いました生誕祭行った、ありがとうございます、ありがとう。おー、ゴリポンモンブラン、ありがとう。じゃあもう一回歌いたいって言った曲を歌いますね。全部歌っちゃったよちゃんちゃんと予約した曲から、どうしようと、ほらなんでしょう。あーっと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 、また音量上げないと危ない危ない。 OK、 筋肉を触らせてよ、どんな感じなの、
ちら。こちら。どうぞ。おお、1万人超えてる。ありがとうございます。イエーイ。イエーイ。続いてこちらです。
好きでジェットコースターが嫌い。でも本当は私が誰より彼のこと理解してるの。綾波レイとムトケジのファンで熱いお風呂が苦手よ。目玉焼きにはケチャップ、とんかつにはお醤油、ヒゲは電気シェーバー派、ブリーフよりトランクス愛よ。ここではっきり選んでもらおう、二人のうちどちらかを。そうよ、彼の本命といえば私か私か。恋は一人とするものでしょ、ハートの独占権。イエーイ、ハートの独占権。続いてもう一曲どうぞ。お、ハートがありがとうございます、よっきゅん。イエイ、続いてどうぞ。もう一曲、へ、かっこいい。お、私の胸のその片隅に大きくなったジェラシーは醜くて、口から吐き出してしまおうとあなたにぶつけてしまった。初めての喧嘩、冷戦のワンウィーク、私ピンクをやっててめちゃくちゃ可愛かったです。あ、この曲は今の私でもできる、よっしゃ。おにゅー、おにゅーのファンバキ買ってきたのよ。じゃあそろそろ終盤に行きたいと思います。終盤に歌いたい曲を3曲ぐらいちょっとあるので、ちょっと待ってください。嘘やん、また曲がない。あ、センチメンタルトレー歌ってなかった、それから行こう。すいません、タルト、いうん、それからいきます。アンコール長すぎるな。それな、
それではセンチメンタルトレインどうぞ。歌えるかな。ちょっと電源入れてみるね。あーあで液体走る銀色の電車がスピード落としたら近づく駅、今日も君が乗ってくるだろうか。グレーのセリフでポニーテールの日はテストがあるんだよね、気合い入れるんだって噂で聞いた。少し離れ僕は外へエールを送った。それは恋と呼べるような確かなものじゃなく、自分でも戸惑ってる感情だ。こんなに切ない朝が来るなんて今まで予想もしなかった。ときめきなのか抑えた何か叫ぼうとしている。本当の気持ちをはっきりできたらこの胸のモヤモヤ消えるのか。何もしない何もできない日々はセンチメンタルトレイン。やっぱマイクダメですね。マイクはね、声が遅れて聞こえます。田園地帯走る銀色の電車がスピード落としたら声が遅れて聞こえるな。よし、じゃあそろそろ終盤曲に行きたいと思います。でも曲がなかったのでまたアカペラ行きますね。よいしょ。あまりなしまった。面白い。じゃあ曲がなかったんでちょっとまたアカペラバージョンでいきたいと思います。ちょっと待ってね、でも少々時間がかかります。ありました。タンタンタンタタタタタン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 、わかりましたか。タン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 、ちょっと悲しいことがあったら瞳を閉じよう。まぶたの膜スルスル上がりショーが始まるよ。どこか知らない世界の不思議なステージ。広い夜空で一番光るあなたがヒロインよ。夢はいつでもキラキラと心の中で輝くよ。そっとその手で捕まえて見てごらん。三日月の背中を滑り砂流星のボードに乗って星たちの海越えてほらね、なんだってできるよ。三日月の背中を滑りさあ銀河まで一気に行こう。クソのあたり次の1ページ開こう。これはフルでいきたいと思います。大好きな曲です。
ちょっと元気になったら瞳を閉じよう。さっきまでとは景色も変わって楽しくなったでしょう。辛い時には必ず涙が出るのは、いろいろなこと考えすぎて目隠ししてるだけ。おしゃれな服に着替えたり、ツインテールにしてみたり、ジュエリーつけたり、やってみれば大丈夫。太陽のマントを羽織り、そう落ち込んだ気持ちを捨てて、暗闇を横切って遠い未来の場所探そう。太陽のマントを羽織り、みんな頑張って願いを込めて、女の子は誰でもそんな魔法を使えるよ。神です、神曲です、こちらあったった。三日月の背中を滑り、さあ流星のボードに乗って、星たちの海越えて、ほらね、なんだってできるよ。三日月の背中を滑り、さあ銀河まで一気に行こう。クソの物語、次の1ページ開こう。イエーイ、以上以上 NMB48 1期生さんの初めての曲で、さやねさんの卒業コンサートの時に一期生さんが集まった曲ですね三日月の背中、これは神曲すぎてお箱でございますアリサのお箱はこれです、これでした。イエーイイエ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 イ。三日月の背中を滑り、さあ流星のボードに乗って、星たちの海越えて、ほらね、なんだってできるよ。神曲にカラオケにはない、それな。それではもう一曲いいでしょうかもう一曲いいでしょうか。しっかりせえよし、じゃあちょっと行きますねよいしょ、握手券追加しました、ありがとうございます、ありがとうございます。ちょっと歌えるかわからないですけど、昨日ね、あ、これはちょっと歌いたいって思ってめっちゃ練習した曲ですレッツゴー。そう、よし、卒業公演が今日ということで、今日歌いたいと思ったこの曲です、どうぞそう、リハーサルズ昨日やったのね、練習したんだ。片隅で涙
ねでした。さやね、ここもちょっと難しい。これは今日歌ってほしいです。歌ってくれるかな。これは泣けちゃうね。これはあれです、本当にいい曲ですね。歌詞が共感できますよね。歌詞が共感できすぎて泣けます。この曲はパチ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 。それではもうあと2曲で最後にしたいと思います。あと7分のちょうどいい時間になったな。これはこれを最後に持ってきたかったんですけど、どうでしたか。でまだ終わってないです。あと2曲、あと2曲いいですか。あと2曲いいですかね。ちょっとこの曲は低いのでキーを上げます。キーを 2個かな、3個、ちょっと待ってください。キーを上げて歌わせていただきます。3つ上げ。人はひらめく。一人だけど。
これはアリサが一番好きな一番好きな曲が何個あるんや。一番好きなさや姉さんの一息つきながらという曲でした。この曲はですね、あの24時間テレビのランナーだったあのみやぞんさんの、みやぞんさんがあの走った後にゴールした後にあの一番好きな曲でこの曲を言って、それでさや姉さんが握手会終わりにね出てきて、握手会終わりのさや姉さんが出てきて、そうギターでアカペラで歌ってたのを聞いて好きになった曲です。一息つきながら、これはですねプレゼントで CD をいただいて、そう移動中、車の移動中ずっと聴いてます。最高な曲です。であと2曲やってたんだけど、もう1曲ちょっと追加もう1曲追加しますね。ちょっともう1曲歌いたい曲がありました。すみません。すみません。じゃあ次この曲どうぞ。この曲どうぞ。なんでしょう。あ、ラストオーダー、すいません。あと2曲で終わりますね。すいません。スタート。尺押してる、すいません。笑顔でいられるように
365日の紙飛行機でした。これはですね AKB48 人気曲ランキング1位です。すごくない？これは1位です。そしてじゃあ最後の曲、最後の曲いきたいと思います。もう3時半過ぎちゃったまあいっか。最後はしっとり系をめちゃくちゃ歌ってしまったので、最後はもちろんこの曲です。さよ姉さんだったら最後は必ずこの曲だと思いました。レッツゴー。ちょっと待ってくださいちょっと待ってください。あった、レッツゴー。自分の未来に立ち
最後はピースイエーイ。これはもう MV を何百万回も見たので大好きな曲でした。イエーイ。それでは以上ですやっと歌い切りました。それでは本日はアリンコカーニバル2018アリサのカラオケ配信にご来場いただき誠にありがとうございました。本当にすごくアンコールが長いことになってしまいましたが、すごく楽しかったですすごく達成感に満ち溢れておりました。本当にありがとうございました。イエーイあの動画握手今度のノーウェイマンは、はい、あの月曜日の1時まで再販してるんですけどあのツーショットとツーショットとワンショット動画撮影会があってですね、はい、動画を撮れる握手会があって、そこでもリクエストがあったら歌いたいと思いますので、皆さんよかったら遊びに来てください。握手会によろしくお願いしますよろしくお願いします。アンコールギネス記録やったありゃまあ、それでは NMB さんがいっぱいでしたが、さて、さよ姉さんの曲を最後に歌って皆さんを泣かせてしまいましたイエーイ。それでは握手会来てくださいよろしくお願いします。ではスペシャルギフトとランキングを読みます。パンダラモンスターさん、デブニャン、パッチさん、ジェオタさん、パッチさん、ひとりごとさん、ココココさん、佐藤沢さん、いっぱい来てた、ザンボラさん、マリモさん、ヨッキュン、ゴリポン、アキラさん、ユッキョ、ジェヨトさん、アポーさん、ケンヨンパチさん、ションくん、ひとりごとさん、アーツさん、ヒデさんありがとうございます。ひらつぐさん、ケンヨンパチさん、デブニャン、ジェヨトさん、ユッキョ、ありがとうございます。ソニーさん、ありがとうございます。お、ジェラちゃんもありがとう、ひとりごとさん、ありがとうございました。ランキングは13位ひとりごとさん、12位ケンヨンパチさん、11位スーさん、10位モンタさん、9位エイジーさん、8位ビッグエビさん、7位パンジャラモンスターさん、6位ジェラちゃん、5位アーツさん、4位ヒデさん、3位アヤさん、2位ゴリポン、1位はドルルルルンユッキュンです。ありがとうございました。イエーイイエーイ、ありがとうございました。たくさんの、あ、初めましての皆さんもありがとうございます。よかったらルームフォローして帰ってくださいありがとうございました。イエーイ、めちゃくちゃ楽しかったね1時間だから、2時間40分ぐらいめちゃくちゃずっと歌ってた。公演よりも長く歌ってました、一人で本当に全部見てくださった皆さんありがとうございました。イエーイありがとうございます。おー、1万4300人の皆さんもありがとうございました。月1土日とかでね、お昼に配信できる時で、暇な時があったらまたやります。楽しかった、ワンマンライブ。それではアリサの前座が長引いたんですけど、5時からの山本さやかさん卒業公演お楽しみください。バイチャラポー、アリサも見まーす、見まーす。5時から9時までお楽しみください。バイビーバイバーイ、目撃記者になりましょう。それでは前座アリンコカーニバル前座ありがとうございました。バイバーイ、またねー楽しかった、バイバーイ。